皆さんこんにちは。今私はどこにいるかというとフィリピンのアンヘレスにいます。アンヘレスということで今回久しぶりの海外ということで東京羽田の空港から全日空直行便を使ってドイツのフランクフルトに行き、ドイツ自体は9回目、フランクフルトは2回目だったんですけど、2泊した後にポーランドのワルシャワ3回目なんですけどね、行ってボディーガードの方とお会いして、その方の運転で、ウクライナ6年ぶり2回目ですね、戦時中戦時下のウクライナ、入ってですね、現地取材をさせていただきました。はい、行ったのがですね、リビウ、そして首都のキーウ、オデーサ、ビンヌイサ滞在したところで、その途中途中の街も寄ったりしたんですけど、まあ、今後ね、ウクライナの映像も、こちらでアップしていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。そこから一度またワルシャワに抜けて、ルブリン、ワルシャワと来て、ポーランド抜けてですね、ルブリン、ワルシャワと来て、シェワルシャからカタル航空ドーハ経由でフィリピンアンヘレスに来ました。この後中央アジア、中東、ちょっと寄ってですね、またヨーロッパに戻るんですけど、今回は題名でも入れさせていただいたんですけど、日本の外務省がレバノン全土に退避勧告を出しました。退避勧告ですね。私がまあ実際レバノン行った時も、まあ、すでにまあ渡航中止勧告ですね、1段階また上げた感じですね、レベル3からレベル4にね。で、ヒズボラとイスラエル、これに関しては何が起こっているかというと、前からまあご覧いただいている方であれば、私自身が7ヶ月ちょっと前にレバノンですね、ヨルダンのアンマンから飛行機を使って移動して、全部であれ4泊したのかな、5泊したのか、ちょっと4泊か5泊したんですけど、そこでね、実力映像を含めて、お伝えしています。この動画の最後にレバノンね、まあ、全てアップしきれてないんですけど、レバノンで撮影した動画を、再生リスト、貼り付けますので、最後にね、ぜひ現地の実力動画見ていただければと思います。で、今回、外務省がレバノンに退避勧告ですね、まあ、出てくださいとですね、これはレベル4、まあ、これは実際私自身がまあこの前、ウクライナ行った、ウクライナも同じく、レベル4退避勧告なんですけど、レバノン何が起こっているのかというとですね、これに関しては前からお伝えさせていただいており、イスラエルとレバノン南部に展開する、シーア派の組織ですね、ヒズボラとの戦いが行われています。これが、全土に、レバノン全土に広がる可能性があるということです。先日、レバノンの首都ベイルートにいる、ヒズボラの司令官がね、暗殺されるという、事件がありました。またハマスの最高指導者ハニヤ氏が暗殺されということで、その中でまあ非常に緊張状態にあるということで、イランも今報復攻撃をするというふうにね言われていて、これに関してイスラエル、そしてレバノン、イラン、そしてトルコなどもあまりよくね、声明的にあまり良い声明を出してないんですけど、他のアラブの国々もイスラエルに対して憎悪感を増しているのかなと思うところなんですけど、外務省としては、これから全土に戦いが戦争が広がる可能性があるということで、以前、レバノン首都ベイルートですね、空港が攻撃されることがあったので、まあ、実際今今回も攻撃されているんですけど、郊外なんですけどね、今後それが全土に広がってくる可能性があるということで退避勧告を出しました。レバノンといったら皆さん、思い出される方いらっしゃると思うんですけど、日産の元会長カルロス・ゴーンが、日本から密出国して、滞在している国と言われています。ピンクハウス私行ってみたんですけど、その時は、いない感じでしたね。ちょっと関係者に聞いたんですけど、で実際今この戦い、ね、レバノンの全土に広がる可能性があるので、カルロス・ゴーンはね、また出国して他の国にいるでしょう。で、その中で、今後、まあ、どうなっていくのかなというところです。もちろん今現在日本の大使館もあるんだけど、まあ、レベル4退避勧告になって今後どうなっていくのかなと思うところなんですけど、外務省としては、現地に滞在する邦人に対して安全を確保した上で商用便が運航されている間に直ちに退避するよう呼びかけています。中東情勢をめぐってはですね、7月、まあ、先日ですね、先ほど言ったヒズボラの司令官ですね、そしてイスラム組織ハマスの最高指導者ハニヤ氏が相次いで殺害されていて、ハニヤ氏が滞在していたのがイランです。そしてヒズボラ、イスラエルが殺害に関与したとして、イランが報復を宣言しています。これに対して外相は、大使館員や国際機関の職員など数人の日本人が滞在しているんですけど、まあ、今後退避していくのかなと思うところです。これが
レバノンが全土に広がっていくのかなって感じはします。今回この動画では、レバノンという国はどういった国なのかというところですね。まあ、すでにまあ動画でも結構アップさせていただいているんですけど、レバノンという国、大体面積でいうとどのくらいかというと1万平方キロメートルほどですね。1万452平方キロメートル、岐阜県程度です。だからこの前岐阜県に行ったんですけど、岐阜県大垣、そして岐阜市に滞在して、まあ、両方の広告神社参拝させていただいたんですけど、岐阜県と同じぐらいです。で、人口はどのくらいかというと、イスラエルもそんなに多くないんですけど、この、レバノン自体も、ね、多くなって、まあ、面積が小さいですからね、529万人です。で、首都がベイルート。で、私は、まあ前回、まあ、7月ちょっと前にベイルートを訪れているんですけど、民族としてはアラブ人主体ですね。まあ、アラブの、まあ、基本的な中東ってアラブ人が、まあ、ほとんどですけど、まあ、イスラエルは、まあ、ユダヤ人ですけどね。で、アラブ人が 95%。そしてアルメニア人ですね。アルメニアは私、まあ、行ったことありますけど、アルメニア人は 4%、 その他です。ここはなかなか珍しくて、前も、まあ、動画で説明させていただいたんですけど、イスラムっていう印象が強いじゃん、アラブの人はね。で、ここの国に関してはアルメニアの人はアルメニア正教ですね。で、キリスト教と、イスラム教ですね、分かれています。イスラム教もこれシーア派とスニ派ってあって、まあ、それぞれこうシーア、スニ派、そしてキリスト教徒は大体3分の1ぐらいいるんですね。で、そのレバノン内戦ということで記憶にある方いらっしゃるかなって、1975年から1990年までですね、内戦が行われて、その内戦が始まる前までは正直な話非常に綺麗なんだよね。例えばヨーロッパからリゾート、地中海に面したリゾート地で、ぜひ行ってみて、リゾート地なんですね。で、その海の様子も映像で出していますけど、そして、海岸、空港から割と近いところは高級ホテルがたまるところだったりしてね、すごくいいところだと思ったんだけど、まあ、正直このレバノン内戦も長らく続いていて、それまでは、ね、まあ、まずそのオスマントルコの支配下にあって、オスマントルコ第一次世界大戦で、まあ、トルコが負けて、オスマントルコ帝国が崩壊し、その後、フランスの委任統治領となったレバノンです。で、1943年ですね、先の大戦、第二次世界大戦にフランスから独立してということで、まあ、それからしばらく結構、まあ、経済も発展していって、ヨーロッパから来て観光客がね、リゾート地として有名だったんだけど、1975年から15年続いたレバノン内戦によって疲弊してしまったんです。で、そこから復活していって、ってなったんだけど、結局、まあ、政情が安定してないですね、政情が安定したいのもあって、経済状態も、まあ、以前は良かったんですよね、例えば、少し前、十数年前までが1人当たり GDP が8000ドル以上あったのに、今現在4000ドルを切っている状態です。なので経済も、かなり良くない状態ですね。私行ってみて、経済状態良くないと実感したのは、例えば自国の通貨よりも米国のドルの方は信用されていて、アメリカドルで払ってくれとかね、言われたりとか、 ATM からお金が下ろせないとか、そういったクレジットカードが使えないとかね、そういうのがあって、まあ、やっぱりデフォルト状態で非常に、経済的にも危ない状態だなと思って、誘拐もかなり起こっているので、まあ、そういったところから失業率も高くマイナス成長ということで、かなり厳しいのかなと思ったところです。で、政治体制としては共和制ですね。大統領、まあ、共和制だから大統領ですね、いて、で、議会は一員制、二員制とか多いですけど、日本だったら衆議院、参議院ってありますけど、一員制ですね、128議席ということで、キリスト教徒と、まあ、イスラム教徒で半分、まあ、同じぐらいいるので、それが大体半分です。任期が4年です。で、長らく内戦によって疲弊しているということで、まあ、シリアに関しては、昔から仲が良い、ですけど、対米的な、ね、アメリカ、イスラエルに関してはやはり良くない、状況です。主要産業としては以前はなんか観光業もしっかりやってたし、金融業もね、だ本当はそういった内戦がなければ正直なし、ドバイとかね、ああいう感じになってったのかなって感じはするんだけど、非常にやっぱり持たないのかなって感じはします。はい、マイナス成長がずっと続いていて、コロナ禍なんか大変ですね。そして2020年なんかと爆発の現場も行きましたよね。2020年、港、ベルト港が爆発した現場行きました。これ動画で出してぜひ見ていただければと思うんだけど、インフレ率が 120% なんですごいですね。はい、
なので、その意味でまあ非常に大変なのかなと思うところです。日本もまあ援助してね、 ODA の援助なんかもしてるんですけど、まあ、主にはドイツとかアメリカがまあ援助してるのかなと思うところです。だからアメリカ、まあ、イスラエルに対してはね非常に嫌悪感を示しているわけだけど、ただまあ EU とのつながりとかね、ね、NATO とのつながりもあったりするのもあるのかなと思うところでございます。在レバノン邦人数が74人で、在日者レバノン人数が157人ですね、なってます。で、私自身はそのレバノンを訪問してまず思ったのが、やっぱりその結構その交通の、例えばその信号機が潰れたままとかね、結構ありましたし、破壊されたままの状態、例えばレバノン内戦時、ホリディーンがオープンして しばらく経った時に、まあ、破壊されて、いわゆるその西ベイルト、東ベイルト、キリスト教区、イスラム教区ってあって、イスラム教、キリスト教が戦い合ったんですね。でそこのところが双方が、まあ、ホテルなどを要塞化していって、スナイパーで撃っていたというわけです。でそこの間が旧市街があって、そこのところがまあグリーンベルト、グリーンラインかな、あって、ということで、今ではまあそこら辺に関してはレバノン内戦ということで、まあ、双方割と仲良くはしていってると思うんだけど、まあ、しこりみたいなのがあると思うんだけどね。で、まあ、非常に大変だなと思うところです。まあ、本当にいい国なんですけどね、レバノンという国は。だから地中海に面したビーチリゾートとして、だからこういった内戦とかもしくは戦争がなければね、やっぱり経済的にはすごく発展していると思うんで、非常にもったいないなって感じはするんだけど、やっぱりこのイスラエル、私ユダヤ、イスラエルと周辺のアラブの国家のこのね、いろんな意味で、やっぱり日本人がなかなか理解できないものってあるんですね、やっぱり歴史的な背景でね。なのでそういったところの解決ってなかなか難しいのかなって感じがします。ヨルダンに関しては私自身も言ったんです。ヨルダンの大体今いるヨルダンの首都6割ぐらい、7割ぐらいかな、パレスチナからの難民なんですね。ただ中東戦争から逃れてきてヨルダンに、ね、難民としてということで、だからパレスチナ、まあ、ヨルダンとイスラエルは多分レバノンとかイランほどはイスラエルとは仲悪くはないんですけど、ただまあ国民の心情としてはイスラエルに対してユダヤに対してはあんまよく思ってないのもあるのかなと思うところでございます。今回私まあレバノンに入国しているのは本当はイスラエルに行きたいんですけど、ちょっとイスラエルこの状況からは特にやっぱレバノンに入国している状態と言えないのかなって思うんですけど、まあ、イランも今渡航を考えてたんですけど、まず飛行機が飛ぶかわからない状況で、まあ、ちょっとこれに関しては調査しながら、今考えているところでございます。ということで、非常に大変ですね。再生リストでレバノン動画、最後貼り付けます。ぜひそのレバノンの現地実力動画ということでご覧いただければと思います。まあ、非常に大変、ロシアのウクライナ侵攻、このウクライナの動画も出してきますけど、ロシアウクライナの戦争はいつ終わるのか、再来年ぐらいと言われています。そして、現在、イスラエルとレバノン、ヒズボラね、あとはイラン、中東諸国ですね。で今中国が台湾に侵攻する可能性も出てきています。あとはビルマ、に関してもね、ミャンマーに関しても今、反政府、政府側と反政府側の戦いが、ね、今大変な状況にあるんですけど、まあ、激動国際情勢ですけどね、またとにかく、まあ、出せるものと出せるものあるんですけど、実力動画で出していって、情報も、ね、出せるものを出していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録いただいていない方はね、ぜひチャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。